自分の力、どこで活かせるのかっていう、頭を使いなさいということの名言だと思います。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、野村克也さん。野村克也さんの名言で、プロに入る選手が全員 長島屋一郎になれるわけではない、えー、野村克也さん、野村さんのプロフィールを少しお伝えします。えー、野村克也さんは、京都府竹野郡網野町、現京丹後市出身のプロ野球選手、コーチ、監督、野球解説者、野球評論家でした。選手としては、史上2人目の三冠王達成。世界のプロ野球史上初の保守による三冠王。 選手出場試合数歴代2位。監督出場試合数歴代3位。通算本類出数歴代2位。通算案出数歴代2位。通算打点数歴代2位。通算打席数第1位。通算打数第1位。通算技師数歴代1位。通算閉殺出数1 ベストナウィ19回の受賞で記録を持つ素晴らしい選手なんですけれども野村克也さん入団当時から一流だったかって言いますと皆さん有名かもしれないちょっとわからないかもしれないんですけれども実はテスト制入団ですほぼ無名の形で入団されました南海ホークスでですね1年目のシーズンオフにですね、えー 戦力外通告を受けられてですね、このままではやっていけませんということでですね、えー、球団の方に直訴して、なんとかもう一年や,やらせてもらおうということでですね、首の皮一枚繋がって、なんとかここの素晴らしい記録までのし上がった素晴らしい選手でした。えー、監督でもですね、ヤクルト、まあ、阪神ではダメだったんですけども、 えー、それから、楽天。それから、えー、まあ、プレイングマネージャーでは何回でもやってますけれども、本当にですね、素晴らしい監督でですね、私も名言を多数取り上げさせていただいてます。えー、尊敬する方ですけれども、プロ野球入った時はみんな4番でピッチャーなんです。本当にお山の大将みんななんですけれども、だけど、その中で4番を打つ。ましてや、 読売巨人軍とか、阪神タイガースの4番を打つっていうのは、1人、2人ですよね。これの球団で2人、1人しかいないし、4番を打つのは1人しかいませんし、エースと呼ばれるピッチャーは1人しかいません。周りの選手はですね、やっぱり控えではないんですけれども、そういった脇役の方に行っちゃいますので、プロ野球ってすごいシビアな世界だということは認識しています。そんな中でですね、やっぱり、 みんなが慣れながれい。じゃあどうするかそこで腐ってしまったら意味がないんですよねだから自分の力どこで活かせるのかっていう頭を使いなさいということの名言だと思います私もですねプログラミングではそんなにうまいわけではありませんコーディングがうまいわけではないですしいろんな考えを持ってますアイディアを持ってますそれをプログラミングすることは得意です なので、そういった分野でなんとか生き残ろうということで、いろんなことをやっております。まだまだね、うん、皆さんに知られてないことなんか多々ありますけれども、これからね、えー、どうやってやっていくか、本当に頭を使いながら、自分で、えー、いろんなことをやっていきたいと思っています。これからまで、ね、頑張っていきたいと思いますので、本日も一日よろしくお願いいたします。 ご視聴誠にありがとうございます。概要欄の方にですね、本日の名言と朝7時に届くメルマガの登録がありますので、メルマガの方は登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。